おはようございます。はい、ホテルの下にスタバがあったので、はい、買いに行ってきました。部屋で、うんうん、まだ回ってるし、わパン美味しそう。シナモンディニッシュ、わー、いろいろ食べたい、いろいろ食べたいね。え、そうなの、スピナッチ、チキンマッシュルームパイ、あ、違う。あ、これも美味しそう。うわ、え、これすごいね。メニューが多すぎてなかなか決まりません。 Can I have ice shaken tea lemonade?商品紹介お願いします。はい、では私が購入したものですね。まずドリンクから、沖縄という商品をですね、沖縄、はい、日本人ながら買ってしまいました。お、で黒糖のラテのようです。はい、じゃあ、あ、黒糖を使ったラテかな。黒糖を使ったラテですね。はい、いい匂いしますよ。いただきます。はい、うん、おお、美味しい。黒糖の味する、いい黒糖の味しますよ。美味しい、美味しい、美味しい。が、はい、オーダーしたのは、はい、アイスシェイクンパッションティー、アイスシェイクンレモネードティーのパッションティーです。可愛い、いっぱいなんか、え、すごい、すごいじゃん。良い一日を。しかもね、なんかボールペン、なんか、鉛筆、うん、クレヨンみたいなので書いてた。かわいい、おしゃれ。どうですか？あ、うまい。うまい。あ、うまい。あ、うまい。うん、あ、うまい。うまい。ハイビスカスのやつより飲みやすい。あの、日本にあった。うん、ハイビスカシティに、うん、レモネード。うん、レモン、レモン。が入ってるみたいな感じだね。はいはいはい。あとは？あとは私パンですね。なんかクロワッサンに多分なんだろう、カマンベールチーズとハムが挟まったやつ。お。で私はヘーゼルナッツ、なんだ、クロー。クロー。ヘーゼルナッツクロー。And ブルーベリーグラノーラヨーグルト。おいしそう。これね、日本にないよね。日本、うまいしか言わない食レポにしばしお付き合いください。うめえ、うめえ。これ、うわ、ちょっと食べたい。うん、うん、うん、チーズここ間から、うん、そうそうそう、うめえ。これなんだろう、うまい。うめえ。これ、チーズがね、チーズやば、溶けてるし、あのカマンベールだよね、これ。うん、うまい。これちょっとリピートしたよ、した。うん、おいしかった。昨日遊びすぎて、はい、全然起きれませんでした。で、フェリーマカオ今来てるんですけど、はい、時間が遅すぎて3時半のフェリーですね。で、そこから着いたのが5時くらいで、はい、あの、あと30分くらいしたら帰り始めてきます。あ、とりあえずエッグタルト、はい、この辺にありそう。あ、ありそう、ありそう。え、でもこのフードコートどうなんだろう。広すぎる。
ここかは分かんない。でもタピオカでも何でもいいから飲みたい。何でもいいから飲みたい。今からエッグタルト屋さんを見つけたから行ってみようと思う。ここはね、バカでかいね、施設です。だってホテルもだよね。うん、ホテル、カジノ、あ、ここショッピング、あ、あれじゃない？あ、これだ。ネットで見つけたマカオで有名なエッグタルト屋さんへ。近かったね。あるじゃん。找我七十一吧。一つ150円くらいでした。ゲットできました、無事。できました。トレティ。じゃあ、いただいて。はい、いただきます。うん。うんふん。うん、めっちゃ卵。うんうんうん。ちょっとあれしよう。あれおいしい。卵感が、はい、うんうん、おいしい。今からフェリーに乗って香港に帰ります。綺麗。バイバイマカオ。